はい、どうもー。言葉が出てこなかった。はい、毎度おなじみゆうご .tv でーす。早速本日の題を読んでいきましょう。今日も教えることはできませんが、共に学びましょう。バイ吉田松陰。ということで、本日のお題は、早起きする人は皆素晴らしい人ばかり。こちらのお題を今から一発撮り、一発読みで、今から知らない文章を今から読んでいきます。じゃあ行ってみましょう。私は早起きする人で、ダラダラした人を見かけたことがありません。早起きできる人は間違いなくしっかりした人です。しっかりしているから早起きができるのです。しっかりしなければ早起きはできません。早起きできるという実績はすでにその人の自己コントロール力が証明になります。朝早くに起きようと思うと眠い中目をこすり起きなければなりません。多少なりとも自分に仇を打つ作業が必要です。それだけでも自分十分しっかりしています。普通の人はもっと長く寝ていたいと思い、早起きしようとさえしません。早起き？そんなに早く起きて何するの？眠いじゃん。としらけた返事が飛んできます。夢のない人はやることがなく、やることがないから早起きしようともしません。朝ダラダラしている人は心も生活も人生もダラダラしている人です。早起きをしている人は確固たる目標があるから眠い早朝に起きることができるのです。受験に向けた勉強かもしれませんし、試験の資格の勉強、読書の習慣、畑仕事、ジョギングかもしれません。いずれにせよ早起きするからには何か訳があり、何か訳ありです。それにしても前向きな成長に関係する素晴らしい訳があります。眠くて辛い朝を早くに起きて何かをするのはよほどの理由がなければしようと思いません。私の知っている早起きの人は皆素晴らしい人ばかりです。目標を持っているから時間が欲しくなり、必然的に静かで人も少ない早朝に静かで人も少ない朝早くに起きようと思うようになります。夢も目標も生きがいもない人は早起き？なんでそんなことするの？と笑うのです。早起きしたくなるくらい熱い目標を持つことです。人生は目標なしでもダラダラ生きることは可能ですが、そんな張りのない人生は面白くありません。張りのない肌は萎えて衰えて見えるように、張りのない生活も衰えて見えます。好きな本を読むことでも構いませんし、健康のためにジョギングでも構いません。やりたいことがあると目標ができ、目標ができると早起きしたくなります。早起きすれば成長も早くなり、張りのある生活になります。今日の格言、目標を作り早起きの習慣を身につける。これは間違いないですね。自分も毎朝4時にアラームかけて、やっぱ早起き心がけてますね。うん。朝早いうちに散歩とかもするし、やっぱこの時期も暑くなるからね、もう涼しい時間帯に歩いたりして、うん。早起きはやっぱ心がけてます。早起きは三文の徳と言いますが、早起きは三億の徳。っていう相川翔の本も昔買って読んでましたね。あと3時間睡眠にチャレンジしたりとか、とにかくね、なんか寝てる時間はもったいないという気持ちになるときありますね。寝てるイコール死んでるみたいな考え方になってたし、でもやっぱ睡眠も大事なんですよね。6時間8時間睡眠のリズム、でもそれと本当なのかなっていう時もありますね。まあ脳が情報を処理してる時間っていうのもあるけど、3時間睡眠のなんか発明者とかよく言いますもんね。とにかくまあ早寝早起き
がっつり寝ても朝早く起きるようにしたいです。うん、それでやっぱ読書したり DVD 映画見たりとか、なんか好きな時間を使うように、自分のまったりタイム、趣味の時間、何でもいいから、そういうなんか1日24時間、人の限られた、唯一人が限られてるのは誰でも1日24時間っていう決まった時間しかない、これだけが平等、人間、あとは死、人はいずれ必ず死ぬっていう、うん、その2つ、1日24時間っていう時間と人はいずれ死ぬっていう気持ちを持っていれば、うん、日頃どうやって過ごしていいかなっていうのがちょっとはなんか見えてくるんじゃないですかね。はい、ということで本日はこの辺で、うーん、また。